さん、こんにちは。ティンダーの役場、キングダです。8時開店でしたね。毎晩日本海にやってまいりました。子供の頃以来です。はい。いやー、ほんまに。久々やん。まず受付行きます。ここ、マインビア日本海、いいですね。はい。ちょうど買い物もできますし、はい。早速チケット買いたいと思って、まず中、パンフレットもらいますか。この後9時半イルカショーですね。まだイルカショーちょっと時間あるので、はい。ごめんね、ここいいですね。お、黄色い範囲。お、いろんな魚ありますね。はい、子供の子以来のマリンピア日本海にやってました。いろんな魚がいますね。はい。この赤い魚なんでしょうね。なんだよと思う方、あのコメントでお願いします。お、いろいろ海のもの満載でございます。まあ今日は今回は子供の日ということで、本当に子供勢がいっぱいです。いやー、まさに、ビューティフルですね。はい、まあ、生後の頃、お、いいですね。こちらがいろいろ魚乗りますね。はい、他にもいろんな魚が目白押しでございます。はい、まあいろいろあり、人で見えますね。人でいっぱいです。あ、クラゲちゃんね、ちょっとぼやけてすいませんね。クラゲが、お、大量クラゲ、大量フィッシュですね。他にもいろいろ見えますしね。はい、まさに絶妙かな、絶妙かなでございます。はい、いろいろ、はい、ありますね。はい、おお、クラゲね。はい、まあいっぱいです。他にもマンタとかサメとかいろんな魚がいっぱいいるで。はい、マンタ、マンタいいですね。新庄じゃなくてマンタです、覚えてください。マンタがすごい、マンタンタ、ポケモンもいますね。はい、いろんな魚が目白押し、まさに日本一、はい、ビューティフルですね。はい、魚本当にすごいですし、クラゲが本当に賑わってますね。まさににぎわい座、にぎわい座、にぎわい座、黄金の魚いいですね。はい、他にもいろんなピース、まさに大魚フィッシュ、人気です。ここいいものですね。あ、2階に行きます。はい、他にも、魚がもう満載でございます。これも彼も全部全部、水族館は本当にマリンピアが一番。こちらはですね、水族館の仕組み勉強できますね。ここ今コロナ利用中止だそうですね、お子様の。はい、あとはちょっとペンギン広場に、こちらは、お、大量のペンギンさん、こっち向いて、ペンギンさんですね。はい、お、今日もペンギンにぎわってるね。なお、ペンギンのコーナーは12時半からなのでちょっと無理ですね。はい、ドルフィンサファリーとドルフィンスタジアム、ちょっと周辺行ってですね、水辺の小動物もちょっと行ってみます。はい、水辺のいる動物のエリアと、こっちがいよいよ、ね、こちらがアザラシですね。毛皮にトゥッ、いるかな今日、アザラシさん。あ、見えましたね。お、ちょうど見えたね。うん、他にもこちらにもアザラシがおりますね。と、あ、トドですね。こちらからも取れますね。はい、お、見えますね。はい、というわけでイルカやってまいりました。正体も今日いないと9時半、明日に発足になります。早速いきます。はい、ここファストフードもう人気ですね。大名行列ですね。はい、というわけでポテト買いました。ではウーロン茶で乾杯。今日は子供の日だからもうたくさんです、ね。というわけでマインピア日本海前編後編に分かれてお送りします。バイバイ。